水引幕は赤の馬車に牛八幡神社のご祭神である神宮皇后王神天皇玉より姫の御事の図柄とすることで臼杵八幡神社を常に崇めるかつての一番厄災天馬の心意気を表しています。墨絞りについても臼杵方厄災の古き良き伝統を受け継ぐとともに天馬独自のアーウンの上り竜下り竜の図柄の刺繍物で旧墨絞りを基本に一回り大きな竜頭をはじめ全体に工夫を凝らし周りには雲を表現したことにより迫力豪華さを増すことができ類いまれな墨絞りが出来上がりました。これらに使用した本金紙は大成本金紙が主流の中最後となりました使用日本金紙を準備使用することなどこだわりの一品でもあります。製作については川村正美氏が担当し人物衣装をはじめ竜の鱗に至る細部にまで水技法を採用職人さんが一つ一つ製作したものを縫い付けるといった作業を繰り返し他に例を見ない大変豪華なものとなっております。漆は播州厄災のほとんどに Thank you.
電波の皆様ありがとうございました。重曹華麗な練りをありがとうございました。道中どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。